伊豆田幸夫は日本のナレーター、声優、俳優、アナウンサー、司会者。戦前から朗読で活躍した。戦後はラジオドラマやクイズ番組の司会者などに出演した。手塚山学院小学校教諭の後、NHK 大阪放送局に芸能食卓として入局。幾田博美等のアナウンサーや、BK 放送児童劇団の指導にも当たる。 1946年に児童劇団友達劇場を創立。子供に標準語を教え、児童劇を通して、壁地の学校などを慰問するとの目的で1958年の解散まで、中山千夏、石田由美らを育て、関西の児童劇発展に尽くした。1951年にビリケイを退職後、映画で活動の傍ら、 開局当初の朝日放送のアナウンサーの要請を担当した。後に大阪芸術大学部隊芸術科教授を務める。傍ら全国各地で講演を行った。没日が阪神淡路大震災当日の朝であった。安倍政は本人の配偶者の家計のせいで、その家計のせいを継承するためである。a b 派とのお見送り、古沢牧のエコノミー。 ダイアリー表現としての朗読立川教室、朝日カルチャーセンター講師紹介はのは、講師紹介、グリーン音楽教室。ありがとうございます。